走っている生徒を見つけたら各自注意するように。はい。でも走らないと角でぶつかる出会いが失われちゃうよ。少子化が加速しちゃうかも。遅刻遅刻。あ、イチゴ。もう今日は朝から最悪。転校生を紹介するぞ。お前は朝のイチゴパンツ。おめえも一人ぼっちなのか。ドキッ。おめえが好きだ。ガタイ。俺の息子だ。あなた女の子です。少子化は止められそうだな。いや、そこ一番スピード落とさんといかんだろう。つか会長の読書の趣味も分かりました。